はい、どうもこみです。さて本日は関西クラクラクラブでやっている 5V の中でですね、あった一戦からお届けしていこうというふうに思うんですけども、パーフェクト同士ですね。これね、今回のこの 5V、まあ、僕も後から見たんですけど、ドラゴンが結構活躍している 5V でした。で、その中でも特にこれすげえなっていうね、ドラゴン 編成っていうか、まあ、戦術っていうのかなをね、今日は紹介していこうと思うんですけども、それがね、突撃艦スパウィズ、まあ、クローンなんですね。まあ、これって結構言うて昔からやってる人はいたっていう部分はあったんですよ。だけどそんなに流行んなくて、まあ、なんでかっていうと、スパウィズがバーッとね、結構ばらけやすかったんですね。で、まあ事故るケースが結構あったんで、まあ、そこをね、嫌って使わないプレイヤーが多かったんじゃないかと思うんですけども、これね、ちょっと今回の相手はうまく使ってるなというのがあったんで、まあ、今日はそれ見てほしいというふうに思ってます。で、まあ、その前に1個ね、まあ、一応、ドラゴンのクローン系戦術といえば、僕、これやっぱ一番忘れちゃいけないね、アタックかと思うんですよね、戦術かと思うんですけど、今日やったら噛むな。花火ですね。はい、花火って、まあ、簡単に言うと突撃艦にスーパーガーゴイル入れて、で、クローン、で、インビジブルで隠しまくって、ガン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 タウンホール周辺壊すというアタックですね。で、今回はクローン1枚入れていますね。で、インビジブルを3枚と、まあ、いう編成になってるんですけども、スーパードラゴンたちをこの、50方面から出していって、そこから突撃艦まっすぐ、この面と、平行になるようにこうね、当てていきます。で、ここで炸裂させますね。で、中身は当然スーパーガーゴイル。そこからクローン、インビジブル、レイジを重ね掛けしていって、で、タウンホールをまず壊すのがね、一番大事です。壊しながら、相手のクラン城を壊していくことで援軍を出さないようにしていって、さらにはこの直下にあるシングルインフェルノも狙っていく、真ん中のマルチまで狙っていくというパターンですね。で、まあ、この戦術が強いのは、こういう形を作ることによってドラゴンが2つにこう分かれるんですね。で、きちんとこの中心部分に入っていくドラゴンがいるっていう、これが重要で、そこにヒーローをこう炊くことによって真ん中のドラゴンが、壁の外側を残して内側部分、この辺ですね、ここを全部こう壊してくれます。で、こうなってくると、あとは実はね、今これアーシャークイーンがね、序盤に落ちちゃってるんですけども、こいつがね、ぐるーっと回って無双してくれる、ないしは今回のケースでこのロイヤルチャンピオンですね、こいつがかなり、ね、体力を残した状態で、まあ、最後まで回りきることができるっていう感じですね。ここでシールドを発動して、ロイちゃん結構体力的に厳しくなるんですけども、こんな感じ、最後までヒーロー、ロイちゃんないしはアーチャークイーン、まあ割とよくあるのはアーチャークイーンを生かしておいて前回まで持っていくっていう、そういうね、パターンです。この花火の強さも、この残ったスパドラの数をね、見ればもうそれが物語ってると思うんですけども、まあ、相当強いんですよ。狙える配置は簡単に、見てみると、ここね、タウンホールと、まあ、クラン城両方とも、突撃艦が落ちた、このなんていうのかな、この、まあ、クローンを撃ったところの付近にあって、両方にスパガオがターゲットを取れる配置で、なるべく相手のアーチャークイーン、トーム機器、ロイヤルチャンピオン、この辺っていうのを、このトーム中に壊すことができるかどうかですね。今回で言うとこの部分トーム中に壊すことができたので、突撃艦が向かっている間にスーパードラゴンたちがここをね、蹂躙してくれると。で、スパドラはこっち方面を潰してくれる。スパドラは終わった後、こうね、二手に分かれて前回まで持っていくって、まあ、こんなパターンになっていったわけなんですけども、まあ、これが基本的な形ですね。でですよ、これね、よく相手は考えてるなと思いましたけど、早速っていうか、まあちょっと、ワンステップ踏んじゃいましたけども、見ていきましょう。これね、間違えました。すいません、間違えた。これ。まずですよ。この部分、ここがね、すごく大事なんですよ、ここ。この部分ね、この部分、こういうところ。このスペースっていうのがタウンホール周りにあった場合には、ここにね、突撃艦を落としていくんですね。で、そうすることによってどうなるかっていうのをちょっと見てほしいんですけども、さっき言ったスパウィズがばらけないんですよね、この隙間に落とすことによって。じゃあ、隙間に落としちゃったら、クローンかけてもスパウィズ無駄になっちゃうんじゃないのっていうふうに思うかもしれないけども、そこもしっかり考え込まれている戦術です。これね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。これから特に、このトータルアクセスさんと当たるクランは結構使ってくるんじゃないかというふうに思うし、まあ、またはね、もうそもそもドラゴン編成の、一個のパターンになる可能性もありますね。なんで、まあ、ちゃんとトルネ対策するなり、何かしら対策を入れないと危ないかもしれない。
突撃艦をこんな風にね、さっきの花火と同じような格好ですね、ドラゴンを投げながら遠向かけてこのスピードで落とします。そうすることによってここで、まずね、中から出てきたアーチャーとか、ゴブリンかなが、罠を解除して、でその後から出てきたスーパーウィザードにクローンをかけてインビジブルをガンガンかけまくると。でこうすることによってこの奥深くの方ね、この部分のなんだクロスボウまでスパウィズで壊すっていうのはまあ多分無理なんですよ。あの普通にスパウィズが3体4体しかいなかったらこれ無理で、これクローンかけたことによって完全にこの中心部分この辺までを全部一掃しましたよね。なんでなんていうのかな、この狭い隙間で、しっかりね周辺にチェーンを伸ばしてアドが取れるよっていう場合に限ってはこの突撃艦スパビルクローンっていうのが結構刺さるっていう話ですね。割と多いと思うんですよ、3ホール裏にこういうね区画が用意されてる配置って。でそこに罠が置いてある、まあ、ケースもよくあると思うんですけども、この罠対策もねこの戦術の場合しっかりされていて、まあ、それがゴブリンがね結構大量にいるんですね、10体ぐらいで、ウォールブレーカーもいて、まあ、レイジウォールブレーカーできっちり壁を開けながらさらに後から出てきたスパビーズにクローンかけると、まあ、いう算段ですね。まあ、援軍の中身ね、これ最後まで見終えてからちょっと見てもらうと、あこんな風になってんだっていうのが分かると思いますし、それと同時にこの援軍の中身ね、これちょっとちっちゃいけどゴブリン11体プラスウォールブレーカー2体ですよね。これね、うっかりクローンかける相手がゴブリンになっちゃったりするっていうのも結構怖いと思うんですよ。怖いと思うんだけど、そこのクローンかけるタイミングが結構ね上手で、ワンテンポずらすんですね。壁がここ開いてから1、2秒経ってからクローンを落とすことによって、ゴブリンたちはもう壁の外に、ね、こう逃げちゃっていて、そのインビジの範囲内にいるのはスーパーウィザードだけという、ね、状態を作っているっていうのが結構テクニックのある部分かなというふうに思いました。で呪文構成にしてもこれ同じなんですよね。インビジブル4発プラスクローン1発ってでレイジかな、この呪文構成っていうのはクローン1枚型の花火と変わらないので使うコストは同じです。ただ、まあ、この戦術の利点何度も言いますけども、この隙間っていうのがねここね隙間っていうのがタンホールの結構手前側にあることが、まあ、条件になってくるので、それを探せるかどうかで、まあ、手前にあるからこそ突撃艦を落とすタイミングが若干手前でいいんですよね。なんでこういうところのトレネットトラップ、これほぼ無視できるっていうのがもう一個美味しいですね。花火やる上においてタンホールに隣接しているトルネってあんまり好ましくないんですよ。まあ回避する方法はあるっちゃあるんですけど、結構テクニックがいるんですね。うっかりすると星1を食らいかねないっていうパターンなので、まあ、そういう意味でも、まあ、このスパビズ型の方が安定取れる場合もあるよっていうことですね。はい、もう一発ねこれをやっているんで見ていきましょう。まあもう一発見てもらえればこれマグレじゃないなというのがね分かってもらえるんじゃないかというふうに思います。これね同じようにこの隙間に落としていきます。この隙間によく落とすよなっていう感じですよね本当に。で一応届くギリギリの範囲がこのねこの隙間に対してこうなんていうのかな、こういう風に1マス空きっていうの、この部分の隙間だったらチェーンが届きます。これね覚えておくのはすごく重要ですね。この隙間の関係を覚えておかないとこれ使えないので要注意ですね。さあレイジをかけていって、で若干ドラゴンたちバルーンを進めてからトーム、これ本当はねもうちょっと早くトーム打ってこのバルーンとかにもねトームがかかってると結構美味しかったんですけども、それ以上にやっぱり突撃艦がここで炸裂するアドバンテージが大きすぎる。落としていって、で最初まずゴブリンたちが出てくるんで少しインビジブルを遅らせます。でほらゴブリンたちがこうタンホール向かいますよね。向かっていったらそこにスーパーウィザードを放っていく。で、ウォールブレーカーで壁が開いている。でクローンがかかっているんでこっちのね、クロスボウなんかにもしっかりウィザードがチェーンを入れていきますね。倒していく。真ん中の方もきっちりインフェルノとかを折っていって、完全にこの部分これだけの広範囲をスパウィズが一掃しましたね。でこうなってくるとさっき言ったようにドラゴンたちが結構数減っちゃいましたけどね、こっち側にこう、歩いていってくれてるんで、そいつらがね、アーチャークイーンと合流して最後アーチャークイーンが無双するという格好が作れます。ロイヤルチャンピオンまだ生きてるんでこれもなかなか強いですね。はい、ということであっという間に全開まで持っていくというこのスピーディーかつ威力のあるね突撃艦スパウィズクローンっていうアタック、まあ何度も言いますけどこのねやっぱ隙間がないとちょっとあまりうまく炸裂はできないんじゃないかなっていうふうに思いますし、隙間があってもこの、隙間部分とタンホール距離が離れていっちゃったりする場合にもうまく使えないというふうに思います。なんでねこの
さっきも言ったけど、この1マスっていうのかな、この部分、こういうふうに1マス、間が空いているような位置関係、ここにこうタンホールがあってみたいな感じね。ここにこう壁があってみたいな、こういう。1マス空きになっている状態の、配置に関しては、このね、スパリーズ型っていうのを狙っていくっていうこともできるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひね、花火やってる方においてはね、新しい武器として、これ使えると思いますから、試してみてもらえたらというふうに思います。というところで、今日の動画終わりにしたいというふうに思います。僕のチャンネル、こんな風にクラン体制の解説の動画中心にやってます。タンホール13、14、メインで扱っておりますので、動画いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。